僕知式は大韓民国のプロサッカー選手。ポジションはサイドバックで K3 リーグ、ウルサン市民サッカー団に所属している。2011年の K リーグドラフトにおいて、城南1は天馬から指名を受けた。2011年3月5日の歩行スティーラース戦でデビューするも、この試合で警告を受けている。城南での5シーズンで、K リーグでも有数のサイドバックとの評価を得。 AFC チャンピオンズリーグにも出場。2014年より韓国代表にも選出され、同年1月4日のメキシコ代表戦において代表デビューを飾っている。兵役のために入団した招集勝負 FC では、本来のポジションである右サイドバックのほか、チーム事情もあって、左サイドの経験もした。当時の勝負監督、超新宏氏は、 方の自己犠牲の精神を高く評価した。2015年には、K リーグチャレンジベストイレブンに選出された。2016年に平気を終えた方であったが、古巣、城南の K リーグチャレンジ降格を機に、2017年より、チェジュユナイテッド FC へ移籍した。チェジュではこれまでのキャリアに内容怪我に見舞われている。2019年シーズンをもって、チェジュを退団し、2020年3月に、 国境ウルサンに幼児、小学生向けサッカースクール、牧鎮式フットボールアカデミーを開設。2021年に、K3 リーグのウルサン市民サッカー団に入団し、現役復帰した。妻との間に二人の子宝に恵まれている。チェジュでの不祥事も、愛する妻と子供のため、座り込んではいけないと奮起した。城南一話天馬。ありがとうございます。